あ、終わりました。なお本日は説明を聞き置く程度にとどめたいと存じますのでよろしくお願いいたします。この際、木下委員、田中委員より議題外について発言の申し出がありますので、これを許します。委員長。木下委員。まず冒頭、資料の配布をお願いいたします。木下委員より質疑の参考に資するため、資料の配布の申し出がありますので、これを許します。委員長。木下委員。今回、実は橋本市長にもご出席をいただきまして、アメリカ出張が急遽中止ということになりました。で、そのキャンセル料が公費で支出されるという報道が一部であり、確認をさせていただきたいと思い、委員長のお許しを得て質疑をさせていただきたいと思います。今回の、キャンセル料、公費で支出されるというふうに伺っておりますが、まずその理由と根拠を教えてください。鳥山課長。都市間交流担当課長。お答え申し上げます。今回の出張は、サンフランシスコとニューヨークの2都市を訪問して、民間活力を利用した地域開発など、米国における先進事例を調査するほか、訪問都市との交流を深めるとともに、現地企業等との連携の可能性を探ることを目的として考えておりました。今回の出張中止につきましては、中止を決定した当時、予定していた訪問先との調整が困難になったことや、現地での安全面の確保等を考えると、行政目的を達成することは困難であると判断した結果、この公費支出については、職員の旅費に関する条例及び同施行規則に基づき、公費支出の手続きを進めておるところでございます。以上でございます。委員長。木下委員。行政目的って何ですか。委員長。経済戦略局、都市間交流担当課長鳥山です。鳥山課長。お答え申し上げます。ただいま申し上げましたように、米国の先進事例を調査するということ、並びに現地の姉妹都市等との交流を深めるということを行政目的として考えておりました。以上でございます。委員長。委員。ちょっと違いますね。先日の財政総務委員会で私は市長に質疑をさせていただきました。その際、アポイントメントがなくても行くんだと。その街の空気や雰囲気を肌で感じるだけでも価値があると。いう市長自身の行政目的について議会で明確に答弁されておられるわけであります。今回訪米中止については市長の不用意な発言によって各方面で様々なハレーションが起こって市長自身が行けなくなったということではないのですか。当初はそれでも公務なんだから行くという強い意欲を示しておられましたけれども、なぜ中止されたのか、きちっと事務方のまずご答弁をいただきたいと思います。鳥山課長。お答え申し上げます。例えばご答弁申し上げましたように、中止を決定した当時でございますけれども、予定していた訪問先との調整が困難になっておりました。あるいは、現地での安全面の確保等を、考慮いたしますと、これは行政目的を達成することはできないというふうに判断した次第でございます。以上でございます。木下委員。ではちょっと鳥山さん、もう一つ。先方から正式に面会をしないという連絡はなかったと伺っておりますけれども、それはどういうことなんでしょうか。経済戦略局都市間交流担当課長鳥山です。鳥山課長。お答え申し上げます。先方との調整は進めておりましたが、正式な形での、キャンセルというのは入っておいなかった状況でございます。以上でございます。吉田委員。ということは市長の先立っての財政総務委員会での訪米目的についての議
議会答弁、今の鳥山さんからの正式に、面会拒否という正式な連絡はなかったということであれば、訪米中止の理由がよく理解できないわけであります。そこで市長、まず、今回どういう理由で訪米中止を決断されたのか、ご説明いただきたいと思います。橋本市長。訪米中止を決定しましたのは僕ですから、事務方が判断したわけではありません。まず第一は議会で、そのように木下委員からですね、かなり厳しく、これは中止すべきではないかという意見が出たこと、これは大変重い、ご意見でしたので、それを最大限尊重しました。いろいろ議論させてもらいましたけれども、最後結句のところでですね、訪米は中止すべきだということを最後締めて、終わられましたのでね、それの意見を最大限尊重してまず中止をしました。それから正式にはキャンセルの通知は先方からありませんけれども、これはやはり自治体外交上ですね、内々に向こうの情勢をきちんといろんなチャンネルを通じて把握をするということをやっていますので、これはやはりサンフランシスコの市議会の決議を、避難決議を見てもお分かりの通り、先方もですね、大阪市民には敬意を払うと、大阪市とは引き続き都市間交流、しっかりやっていくと。ただ市長である僕自身のその発言については、これは断じて許すことができないという、そういう決議ですから、やはり正式にはですね、大阪市に対して、そういうキャンセルの通知というものは出さなかったというのは向こうの配慮だと思いますね。ただこちらのいろんなチャンネルを通じてですね、内々に情報収集したところ、やはり訪問日程が困難であるという情報も把握をしておりました。それプラス現地での情勢といいますか、これも安全面というところなんですけども、そういう情報も入ってきました。このようなことを総合してですね、今回は訪米中止という判断をしました。もちろん議会でですね、訪問日程が入らなくてもその雰囲気を感じることも重要だということを答弁しました。これは僕自身ですね、市長という立場は行政の長という立場と、それから政治家という立場があります。ですから政治判断をしていくためには、その雰囲気とか町の状況、そういうものを感じていく。これは梅北をやるにしても、御堂筋のいろんな今取り組みをやるにせよですね、そういうことは重要でありますけれども、しかしもう一方は行政の長という立場もありますので、ここはきちんと事務方にですね、行政目的というものを精査させたところ、やはり今回は行政目的を達成することは困難だということは報告を受けましたので、それと議会でのご意見も踏まえて、最後総合的に判断をして訪米中止ということにしました。委員長。吉田委員。姉妹都市の交流というミッションであればですね、今回の出張が決められた段階で公務としての位置づけになっておるわけであります。公務であれば市長が訪米を中止なさる、今ご発言があったように市長に対するアレルギーが向こうにあってなかなか行くことが困難だということであれば、公務であれば当然代理として副市長の訪米という選択肢もあったはずですけれども、検討はされたんですか。橋本市長。今回は単なる交流記念事業といいますか、交流目的ということだけではありません。これは企業の視察、また先方のその企業のですね、トップとの面会、それとこれはニューヨーク市なんかではそうなんですけども、いわゆる BID というですね、その地域のお町づくりのやり方、こういうところの視察というものが主な目的となっていましたので、ここはやはり副市長で代替できるものではないという判断をしまして、全て訪米中止ということにしました。ただ交流というところはですね、ここはきちんとやっていかなければなりませんので、僕の問題とは別ですから、これは今後副市長がさまざまないわゆる交流のその記念事業においてですね、副市長が参加するということも今後しっかり考えていきたいと思っています。委員長。委員。キャンセル料の公費負担について、実は5年前の平成20年2月、
我々、議員団でブラジルのサンパウロ州を訪問した際、私が団長を務めさせていただきましたが、民主党の田中豊議員と自民党の床田正勝議員がキャンセルをされました。床田議員は40万円、田中豊議員は20万円のキャンセル料を個人負担されたわけであります。この時の国際交流の説明では、公費でキャンセルの適用を受けるのは天変地異、紛争、そして訪問先のアポイントのキャンセル、および本市議会の日程等が組まれた場合など、不可抗力によるものが対象であって、本人の病気等の都合は自己責任であり、個人の理由によるキャンセルは公費で支出できないと言われました。市会事務局にも出席要請をしております。このキャンセル料の個人負担、間違いがないかどうかだけご答弁ください。市会事務局総務担当課長。担当課長。お答え申し上げます。ただいま委員からご質問のありました海外視察は、大阪市会議員海外視察団として、姉妹都市親善訪問、議員活動調査、環境都市計画、まちづくり等の都市行政調査の目的としまして、平成20年2月4日から13日にかけまして、サンパウロ市、クリチバ市、ニューヨーク市およびワシントン DC を訪問したものでございます。平成19年12月28日の本会議におきまして、議員10名の派遣が議決されましたが、1月21日と2月4日にそれぞれ1名の議員から不参加の届け出が提出され、おのおの派遣議員の変更が本会議で報告されております。当時の詳しい状況までは分からないところでございますが、支出の経過から申し上げますと、本件出張に関するいわゆるキャンセルにつきましては公費の支出は行われておらず、議員おっしゃいましたお二人の議員のキャンセル料につきましては個人でご負担いただいたところでございます。以上でございます。委員長。木下委員。同じ旅費に関する条例、施行規則、旅費規定と、5年前から一字一句変わってないんです。ちなみに、平成9年には、自民党の勝田茂春団長の下で行われたブラジル視察の際、公明党の中西健作先生が、ブラジルへ向かう途中、経由地であるマイアミ空港で、後援会の会長さんが急逝されたとの一報が入り、急遽帰国されました。この時も個人の理由とのことで、自費で負担されておるわけであります。これまでキャンセル料の公費負担の適用例は、平松市長の一件だけと伺っております。2年前の平成23年4月にミラノ市を訪問する予定だったのが、東日本大震災のために中止となった事例だけというふうに伺っておりますけれども、それでよろしいでしょうか。鳥山課長。お答え申し上げます。過去の事例でございますけれども、平成23年4月12日から17日にかけて、市長以下3名が海外出張をしておりましたが、東日本大震災の関係でキャンセルをしております。この経費につきましては公費支出をしておるのは間違いございません。以上でございます。委員長。委員。震災から1ヶ月後4月のことです。被災者の受け入れ住宅の手配、あるいは難航には透析患者の受け入れ施設を作ろうということで、のんきに外遊している場合ではないというのが、不可抗力の対象として我々も理解をするところであります。このように、これまで厳格に運用されてきた旅費規定が、なぜ橋本市長になると、このような解釈になるのかわかりません。市長の発言がなければ、この出張は行けてたんと違いますの。または、副市長が行くことだって考えられたんと違いますか。理事者、6人か7人、一緒に、メンバーに入ってるんです。結局、市長が辞めたら、皆辞めるんですか。その程度の公務なんですか。市長、いかがですか。橋本市長。まず、前
定の認識なんですけどもね、僕自身今回の発言でですね、まあ、こういう事態になりましたけれども、これは見解の相違だというふうに思っていますから、先方ときちんと意見交換協議ができるんであればしっかりやっていきたいと思っています。ですからまず前提としてですね、今回、僕はこれは見解の相違だというふうに思っていまして、政治的な、まあ、いろんな発言でですね、相手方がどう思われるか分かりませんが、それでもそこまで、そういう発言、これやっちゃいけないということになれば政治家としてのやはり発言何もできなくなってしまいますので、これはまだ今僕の発言自体がですね、違法性があるのかとかそういう話ではないですから、まずそこはちょっと前提として置いていただきたいんですね。ただ僕の発言自体で確かに先方の方が不快な思いをしてこういう事態になったことはこれはもう間違いありません。ですからそれでですね、公費を支出するということについては確かにこの点は市民の皆さんにお詫びをしなければいけないし、まあ、こういうことで税金を使ってしまう、まあ、要は行政目的何も達成できていない中で公費を支出するということはこれはもう申し訳ないというふうに思っています。ただ今回のような事態で僕の代わりに副市長や理事者だけを送るというわけにもいかない、そういう事態であったことも理解をしていただきたいんです。それとキャンセル料につきましてはね、何も規定の何か解釈を僕になってから緩めたとかそういうことではなくて、まあ、議員団の、まあ、その当時の5年前の話ですから、僕もそこまで詳細には把握はしておりませんが、これは規定以上はですね、任命権上、まあ、これ議員団の構成といいますか、これ議長が任命することになるんですかね、形の上では。その場合に規定上ですね、任命権者にきちんと申請をして任命権者が判断できることになってるんですね、当時の議長が。ですから今回は僕の判断で、旅行命令っていうものを取り消し変更しましたけれども、当時これ議長がですね、まあ、判断をすればよかったところでありまして、まあ、もちろんいろいろ理事者がいろんな説明をするのかも分かりませんけども、最後はこれは議長判断です。ですからそこもご理解をいただきたいと思っています。委員長、木下委員。よくわからない説明でね、まずこの旅費規定の中でいくと、旅行命令の変更というのがあって、旅行者は公務上の必要または転載その他やむを得ない事情により旅行命令に従って旅行することができない場合には変更することができるというふうに書いてあります。つまりやむを得ない事情なんでしょうか。今回の訪米中止の原因はただ単に市長自身の不用意な不適切な発言が原因ではないんですか。なぜそのキャンセル料を市民が負担しなければならないのか、まだ私には理解できません。市長自らの発言が原因でキャンセルされたんであれば、市長自らがご負担されて叱るべきではないですか。何の罪もない市民がなぜ市長の発言の尻拭いをしなければならないのか、私にはわからないんで、もう一度わかるようにご説明をいただきたい。公費を支出する以上は、市長自身も市民に対して納得のいく説明責任を果たしていただきたいと思うんですけど、いかがですか。橋本市長。僕の発言を不適切かどうか、不適切と取るかどうかというものは相手によるところでありまして、僕自身は自分なりにはきちんと説明をした自分なりの発言には問題ないというふうに思っています。政治家、まあ、我々もそうですし議会の皆さんもそうですけれども、もちろんこれ違法性のあることをやれば問題です。これはきちんと個人で賠償負担しなければいけませんけれども、違法性がない中で不適切かどうかというものはある意味見解のそれだと思うんですね。もし今回の件でですね、例えば個人で負担せよということになれば、そうであれば違法性がない中での負担ということになりますとね、多くの例えば、ね、信託事業なんかで700億円今これ賠償責任を負わされる可能性もあります。オスカーでは200何億円ですね、これ議会は議決してますよね。ただ僕はそれ議会の議決っていうものは当時の議会のいろんな政治的な判断の中で判断されたと思うんですよ。ですからそれは違法性はないというふうに思ってますよ、僕自身は。まあ、当時の支出者の方が違法性というものを認識した上での支出ということになれば、これはまた住民訴訟の対象になるんでしょうけども、ただこれやっぱり自分が正しいと思ってやったことについてですね、
それは時と場合によって相手方の受け取り方とかそういうこともいろいろありますし、結果としてこういうことにもなってしまう。だからやっぱりこれは個人で負担をするということであれば、しっかりとどこが違法だったのかということを指摘していただかなければいけないと思うんですね。発言とそれによってのキャンセル、損害、単ならそこに関連性があるじゃないかということだけでは、これはやっぱり個人負担ということにならないと思います。道義的な責任は感じてますよ、それは。だから決して当然これ支払ってもらうべきだというふうには思いません。大変それはもう行政目的も達することができなかったので申し訳ないと思っていますけども、ただそれを言い出すとですね、違法性がないのに個人負担しろということになれば、そうであればオスカーの700億円とか、その他、ごめんなさい、オスカー200億円、多くでも700億、その他、信託事業なんかでも何百億、こういうことで議会がじゃあ議決したことの責任はどうなるんですかということにもつながると思うんですね。やっぱり違法性がないんであれば、個人負担がないというところは、しっかり原理原則として押さえていただきたいと思っています。委員長、木下委員。話がね、違う。根本的に今回の訪米中止の原因は何ですか？市長自身の発言が不適切であったから市長も混乱を招かないために中止をされたんではないんですか？先日否決をされましたけれども、自民未来共産が提出した問責決議案、そして公明党さんが提出した猛省と責任の自覚を促す決議案、いずれも同じ内容であります。ここには大阪市政と関係のない一連の発言に対して、ちょっと中略しますけれども、大阪市民に対する謝罪は一切ありません。市長でありながら市政を大きく混乱させており、国際問題にまで発展しつつあることは由々しきことである。最後に、市長は今般の事案を猛省し、自らの政治的責任を自覚した言動をされることを強く求める。結果的に二つの案が出されて両方とも否決をされましたが、維新の会を除く全、残りの会派がすべてこの内容の文章に同意をしているわけであります。今の答弁、この決議案否決された後、市長自身は記者会見で、維新を除く会派がすべてこの文章に同意をされたことについては重く受け止めなければいけませんと発言をされています。今の答弁のどこに反省があるんでしょうか？自らの不用意な不適切な発言、まあ適切か適切でないか、でも結果的には適切でなかったから訪米を中止せざるを得なくなったのではないのかな。この発言で発生したキャンセル料をこれまで前例のない取り扱いをしてまで市民に負担をさせようとしている行為にどこに反省があるのか、再度答弁を求めたいと思います。橋本市長、議会でそういう僕に対しての要請が来たことは重く受け止めなければいけませんし、誤解を生んでしまったということについては、それは誤解を解いていかなければいけない。そこはきちんと市民の皆さんに誤解を生んでしまったことについては申し訳ないというふうに思ってますけども、発言自体については僕は不適切だというふうには思っていませんので、これはきちんと説明をしていきたいと思っています。ここはですから見解の相違ということになってしまいますのでね、僕自身はこの一連の発言についてですね、米軍に対しての発言はこれはもう謝罪、撤回をしましたけれども、慰安婦をめぐる発言については繰り返しになりますけれども、僕自身が慰安婦を正当化したことはありませんので、それを慰安婦を正当化したというような形で先方に伝わって、このような慰安、非難決議になっております。また事実と違うところについては、これはしっかりとやっぱり主張していかなければいけませんので、中身について僕は発言自体については何か問題があるということには思っておりません。ただ誤解を生んだりとかきちんと伝わってないところについては、これからしっかりと説明をしていきたいと思っています。以上、委員。説明をしていきたいと私が求めているのはですね、抗議をする以上は市民に対して納得のいく説明をしてくださいということであって、何にもその慰安婦発言のその適切か不適切かということの説明を求めてるんではないんですよ。公務として位置づけられてるミッションであれば、市長がキャンセルした段階で副市長という選択肢があっても叱るべきなのではないのかな。でもその検討すらされていない。
こうもと言いながら、市長の一存で全員の随行する理事者7人か8人おりますけれども、一存でその全員の出張が中止となり、公務が軽んじられてるんではないですか。今井美智子も市長からお話があった梅北や南港、あるいは御堂筋をはじめとする街づくりについて、今回の出張が中止されたことで、市民の利益が著しく損なわれたんではないですか。市長が行かなければ成立しない公務だったんでしょうか。で、結果的に、いろんな理由があったにせよ、中止をしました。そのキャンセル料、その負担を市民に押し付けるということについて、私は今の答弁で理解できない。我々議会として、市民にも説明しなければなりません。きちっと市民に説明してください。橋本市長。ですから、僕自身は訪米しようと思いましたけれども、先方がそういう状況にはないというような判断をされたわけですから、行けなくなったというところです。で、僕自身が行かなければ今回はその目的を達成することができない、その公務公務というふうに言われますけれども、じゃあなぜあえて市長が行かなければいけないのか、それはやっぱり僕が行かないといけないからこういう日程が組まれたわけですね。そうでなければ初めから副市長だったり局長で行けばいいわけです。僕自身が行くと、これも初めて市長になって初めての海外日程ということで、まあ、通常のように形式的な儀礼的なそういう僕は海外日程は組まないと、そういう指示を出してましたから、僕の代わりが務まるようなそういう日程ではなかったがゆえにですね、まあ、僕自身が行かなくなったらこれはやっぱり中止せざるを得ませんでした。まあ、あの儀礼的なその海外出張というのは僕はやらないということをもう局に伝えていましたのでね、ですから代わりが務まらないというようなそういう訪米日程だったわけです。ですから僕自身はこれは行きたかったです。ただそれは先方のいろんな理解、まあ、きちんとしたこちらが走っていることについて、まあ、ある意味誤報といいますか誤解を生んでるそういう伝わり方をしたので、先方がそれを受け入れられないということになってしまった、こういう事態ですから、まあ、あの僕自身に、何か初めからですねこの訪米日程を取りやめようという意図的なそういう認識とかそういうことがあったわけではありません。まあ、政治家として、自分なりの思いを伝えて発言をした結果、まあ、こういうことになったということで、非常に残念な結果ではありますけれども、この点については市民の皆さんにご理解を得たいと思っております。委員長、木下委員。理解を得たい割にはきちっと理解を得るような説明になってあり、なってないのではないのかなと思います。で、まだ今抗議出出の手続き中というふうに伺っております。で、そこで、まあ、今般ご就任をされた経済戦略局長さんが担当局長であります。井上局長にお尋ねをしたいと思いますが、今のやり取りを聞いてて、局長として公費支出の決裁をなさるおつもりかどうかだけ教えてください。井上経済戦略局長。お答え申し上げます。今木下委員のご指摘されました、今回の、訪米中止に関しますキャンセル代につきましては、公費を支出する要件でございます旅行命令の取り消しがもうすでにされてますので、手続きを、行ってまいりたいと思っております。で、なお、この手続きに関しましても、リーガルのチェックをいただいておりますので、このまま、図らせていただきたいと思います。委員長。木下委員。一体、誰のための、市長さんなんかなというふうな思いを強く持っておるわけであります。市民の利益どころか、逆に自分の不用意な、不適切とは言いません、あえて不用意な発言で市民に負担を押し付けるような形になって、結果的には法的には問題がないと開き直りとも取れる発言を繰り返されるわけであります。今の答弁で市民の理解が得られるんでしょうか。私は行政のチェック機関として、議会の責任として今回のこのキャンセル料については、きっちりチェックした上で、それぞれ態度を明らかにしていかなければならないというふうに思っております。我が会派としては、今回のキャンセル料の公費支出に関しては、市民に負担を押し付けることはできないと考えておりまして、公費支出については反対であるということをはっきりと申し上げて、この質疑を終わらせていただきたいと思います。どうもありがとうございました。
田中委員。どうも、市長ありがとうございます。